今日のメインはオートミール。今回はオートミールを使ったヘルシーなレシピをご紹介。まず長ネギを輪切り、えのきを食べやすい大きさに切っていく。鍋にオートミール、えのき、長ネギ、納豆を加えて、そこに休まれだし、だしパックの中身を加えて、そこに味噌、水を加えて、火にかける。蓋をして加熱していく。グツグツしてきたら蓋を開けて味噌を溶かすようにかき混ぜていく。全体にいい感じに火が通れば完成。納豆味噌オートミール。リョスのダイエット食堂ではダイエットしている方におすすめの食べて痩せられるレシピを数多く紹介しています。ダイエット中に何を食べていいかわからない方、健康的な食事をしたい方はぜひ他の動画も見てください。動画の内容が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。